まずこの教育機関で地域のネットワークをある程度作って指導者となる認定看護師さんとも関係性を構築して、そして地域に戻ってって、まあ、育成は認定看護師をまあそれぞれの地域のまあキーパーソンとして県内全体のネットワークがまあより強固なものになればいいかなと思います。